えーと今回はえー、と今今日もらったこのジュニアトーナメントのランキングを引いていきたいと思います。えー、と狙いはまあ近藤選手なんですけど、まあ近藤選手も正直、今のシリーズちょっとあんま、まあ、僕持ってるシリーズよりちょっと能力が下がってるんで、まあ、ままあああどうか、まあ、スピー解放してもいいかなと思ってるんですけどまあ普通に来てくれたらありがたいですね。さあ誰来るかさあす映らないと、えー、とえちっ ここですね。ここ、近藤選手来ました。ということで、あの、近藤選手来たんすけど、まあ、能力見たか、見たら、まあ、僕持ってる近藤選手が、えっと、こんな感じなんですよね。85、68、64。で、守備は、64、60、60で、えっと、リーグではライトで使ってるんですよ。C で。で、特の全マックスで。まあ、リアタイでは、DH で使ってますね。2番、2番 DH で使ってますと。 一応、今僕がゲットしたこの近藤選手の、ジュニアスクールの、ジュニアスクールの、えっ、ー、と、能力が82、63、64なんですよね。だかだいぶ能力下がってて、しかも、リーグで使ったらライトが56なんですよね。それが今後的にもちょっときつくて、まあどうしようかなと思ってるんですけど、まあまあ、スピ解放してもいいのかなと思ったんですけど、まあ普通にここは、 こっちの方のコンドル選手使おうかなと思って継承します。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひあの高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。えっと12月27日金曜,日,曜日から72時間リアートやるんで、ぜひ来てください。ありがとうございました。